皆さんはお昼に太りにくいから食べたいものを食べている、お昼は忙しいから適当に選んでしまう、お昼ご飯の後はだいたい眠くなるなんてことはありませんか？確かに3食の食事の中で昼食が一番太りにくいというのは事実です。しかしいくら太りにくい昼食とはいえ、その選び方、食べ方を間違えてしまうとダイエットが総崩れしてしまう可能性だってあるんです。ということでこの動画を見ていただくことで、ダイエットにおいて昼食が大事な理由と痩せる昼食の工夫までわかりますよ。最後には痩せるお弁当、痩せる昼食メニューの選び方もご紹介するので、ぜひチェックしてみてくださいね。昼食が大事な理由の一つ目です。太りにくい。先ほどお伝えした通り、昼食の時間帯というのは3食の食事の中で最も太りにくいと言われています。これは日中は活動量が多くエネルギーを消費しやすいという理由もあるんですが、実はある遺伝子も関係しているんですね。それは B01 という時計遺伝子。この B01 はなんと脂肪を蓄積する作用があるんですね。そして B01 は朝起きた時は比較的高めで、お昼から15時ぐらいまでが最も低くなり、夜にかけてまた高くなっていきます。つまり B01 が低くなる昼食から3時のおやつの時間帯が最も太りにくい時間帯というわけ。そのためお昼は太りにくい時間帯だからこそ、栄養のあるものでしっかりエネルギーを取るということが大切なんです。昼食が大事な理由の2つ目です。食べ過ぎやすい。皆さんはつい朝食を抜いてしまったり、軽めに済ませてしまったがために反動で昼食を食べ過ぎたなんて経験はありませんか？過去の私も夜に食べ過ぎてしまうために朝食べられず、反動でまた昼や夜に食べ過ぎてしまうという負のループにはまっていました。またお昼は食べても太りにくいというイメージから、昼だしいいかと昼食に好きなものを好きなだけ暴食してしまうということも多かったです。さらに日中は忙しいため、つい簡単にさっと食べられる麺類、カレー、菓子パンなど糖質の多い太りやすいメニューを選んでしまうことも多かったんですね。このように昼食は特に食べ過ぎやすかったり、太りやすい食事になりやすいので注意が必要なんです。昼食が大事な理由の3つ目です。午後に影響する。皆さんはお昼ご飯の後に眠くなるっていうことはありませんか？このような方は太る昼食になっている可能性が大きいです。というのも、先ほどお伝えしたように昼食ってつい食べ過ぎやすく、糖質の多い太る食事になりやすいですよね。しかしこういった食事では血糖値が急上昇するために、血糖値を下げるホルモンが大量に分泌され、反動で血糖値を急降下してしまうんです。そうすると脂肪が蓄積されやすくなるだけではなく、眠気、集中力の低下、だるさといった不調にもつながってしまうんですね。しかも血糖値が低下した状態だと、体は血糖値を上げないと危険というふうに判断して、脳にもっと食べて、もっと糖質を取ってとね、指令を出してしまうんです。そのため昼食で血糖値を上げすぎてしまう食事をしてしまうと、またすぐに食欲やお菓子欲求がアップしてしまうという危険もあるんです。では痩せるためには具体的にはどのような昼食を食べるといいのでしょうか？今から3つポイントをお伝えしていきますよ。痩せる昼食の工夫1つ目です。タンパク質を摂る。代謝のいい形を維持していくためには、筋肉の材料となるタンパク質を3食でそれぞれ摂ることが大事なんですが、特に昼食での摂取っていうのが欠かせません。なぜなら先ほどお伝えしたように、昼食は一番太りにくい時間帯だからです。そのため良質なエネルギー源となるタンパク質は昼食では特にしっかり摂るようにしていきましょう。私の場合は消化に負担がかかりやすいお肉などのタンパク質は昼食で摂ることが多いです。またオックスフォード大学の研究によって、
タンパク質を摂ると食欲が満たされるということがすでに分かっています。なので昼食でタンパク質をしっかり摂っておくと夕食での暴食やお菓子に手が出てしまうっていうのを防ぐことができますよ。加えてタンパク質を摂ることで先ほどお伝えしたような糖質の摂りすぎ、血糖値の急上昇も予防することができます。ただ食べ過ぎは消化不良を引き起こすリスクもあるので、一般的な成人女性の場合は1度につきだいたいこの手のひら分程度、これを目安にしてみてください。痩せる昼食の工夫の一つ目です。汁物サラダを摂る。先ほどお伝えしたように昼食ってつい手軽にさっと食べられる糖質に偏ったメニュー選びがちではないでしょうか。ぜひ皆さんがね、普段どんなものを昼食で食べているのかコメント欄で教えてください。糖質で偏りがちの方におすすめなのは、先ほどご紹介したタンパク質をしっかり摂る工夫に加えて汁物やサラダも加えることです。いわゆる定食の形を意識することがポイント。汁物やサラダを摂ることで野菜、キノコ、海藻などでヘルシーに栄養を摂ることができ、糖質に偏りにくくなる効果っていうのも期待できます。特に汁物を摂ると満腹感が得られやすいので、昼食に物足りなさを感じている方、ついお菓子に手が出てしまいやすい方におすすめの工夫です。栄養価は少し落ちますが、自炊が難しい時はカット野菜であったり乾燥野菜、これいつもね楽天で買ってます。また気になる方はね、概要欄でも紹介しておきますね。冷凍の野菜とか切り干し大根、これはね業務スーパーで買いました。あとはインスタントの味噌汁など活用していただいてもまずは OK です。痩せる昼食の工夫の3つ目です。糖質は拳1つ分を目安にしていく。近年の糖質制限ダイエットの流行りの影響で、お米などの糖質はできるだけ控えるようにしているっていう方も多いかもしれません。お米を控えてお菓子を食べている方もよく聞きます。先ほどお伝えしたように、糖質の摂りすぎは脂肪蓄積や不調の原因にもなるので、これは一見効果的な方法にも思えますよね。しかし、綺麗に健康的に痩せるためには良質な糖質を適量摂ることが重要です。なぜなら糖質の摂らなさすぎも不調の原因になるから。例えば便秘、吐き気、体臭、肌や髪の乾燥、リバウンドなどが過度な糖質制限によって起こりやすい症状なんですね。あなたは経験したことありませんか？また一番太りにくいお昼だからこそ太る原因となりやすい糖質を摂っておくっていうことも結構大事なんですよ。太りにくいお昼に糖質を抜いてしまうために、太りやすい夜に糖質を食べ過ぎてしまうケースが、今まで1300名以上の朝昼晩の食事をサポートさせてもらってきて、実は一番多いケースなんですね。ただ先ほどもお伝えしたように摂りすぎは NG なので、お米やオートミールなどの栄養豊富な糖質を拳一つ分程度、これを目安にしてみてください。では、これらの工夫を意識した昼食ですと、具体的にはどのようなメニューになるのでしょうか。おすすめのお弁当の例とともにご紹介していきますね。先ほどお伝えしたように、自宅や外食での昼食は、定食の形を意識したメニューにしていきましょう。私の場合は、お肉とかサラダ、汁物、小鉢、ご飯というような昼食を摂ることが多いです。外食だと豚の生姜焼き定食とか焼き魚定食などがおすすめですよ。またお弁当の時も考え方は全く同じで、こちらのように定食の形式のままお弁当に詰め込むこと、これやってみてください。ポイントは前日の夜のおかずを少し多めに作っておいて、夜のうちに詰めておけば、実はコンビニに買い出し行くよりも時短できてしまいますよ。もちろんコンビニご飯よりも栄養価は高いですし、食費も節約することができますよね。どうしても食材がない時はおにぎりだけ、サラダだけ、汁物だけ持参するなど、ちょっとした工夫によって痩せる昼食になります。ちなみにコンビニでの食事の選び方についてはこちらの動画を参考にしてみてください。概要欄に貼っておきますね。絶対に痩せるコンビニ飯、食べるだけで痩せるコンビニ飯をダイエット講師が本気で選びましたという動画です。昼食の他にも1日の食事気になる方、食べて痩せる簡単な工夫気になる方、
私の無料公式 LINE がおすすめです。概要欄からお友達追加してあなたのダイエットにお役立てください。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー保健師の松田瑠衣でした。じゃあね、バイバーイ。